さあ、はい。では、はい、はい、はい、サクッと、はい、ゲスン台で、ゲスーンで。ゲスンで、ゲスーンイーダーで。ゲスンイーダー。文芸のイーダーで。何人やね じゃあ、ゲスンイーダー、ん芸のイーダーで、文芸のイーダーで。わけわからんくなってくる。ほな、行きましょうか。ほな、はい、行 きはい。まーす。行きよ。ます。うお。宮西を見ろミッドナイトシスター。皆さん、こんばんは。宮西よみのミッドナイトシスターズ。1週間のご無沙汰でございましたが、お元気でいらっしゃいますでしょうか。お相手は私、おみしし半大と MJ 教官でーす。よーい。いやいやいや、お姉さん。いやいやいや、暑いっすね。いやいやいやって言ってる声の中に熱い空気が、いや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 つって、いやいや暑いっす、暑いっすね、本当に暑いっすよ。もう全然最近雨、今でも東京はちょっと台風が来てたから雨降ってたのかな。あのね、はい、夜中とかバーッと降ったりはしてます。大阪全然降ってないですよ、ここの。あ、そうですか。さっきも雷、はい、結構光ってて。そうなんや。降っても降るかなと思ったんですけど、もしかしたらゲリラ的なのが、ゴリラゲームが、はい、ゴリラ的なゲームが やってくるかもしれないよね。来るかもしれないですけど、まあ暑いっすね。暑いっすね。いや、まあでもほんまにね、こうまだまだ夏これからなんでね。そうだ、あのちょっと先々週、はい、タートルドアの、はい、ボルドーに一緒に吹いた回あったじゃないですか。タートルドアのね。タートルドア、はい、これさ、一回フィスを F で吹いたとこありましたよね。はい、吹きましたそれでね、はい、僕、はい、ちょ思いついたことがあって、ほうほう、ちょ動画にまとめてみました。はい、1分程度なんですけど、はい、これ見えるのかな。これまたこうすれば見える。あ、そうか、これ背景を動かすということは、背景機能をオフにして、なんで横になったん今これどうなってんすか。だってこれいじってないですよ、携帯。あ、なったなったなった。これ映ってます。映ってます。これじゃないですか、あれあれ、これじゃないですか。ちょうど、ちょうも同じ感じになってるけど違います。よう、そんなん作る時間あるな。なんであれ F になったんやろね。あの曲、10億万回吹いてるでしょ。散々吹いてるよ、散々吹いてんのにさ。そういうのも時はありますよね。あるね。あります、あります。あるある。しょうがないでしょ。
雪も降るわ。いや、まあまあそんな感じでですね、まあ、今週は、まあ、何をしようかという話をしてたんですけれども、はい、まあ、夏といえば今現在ね進行形で行われている吹奏楽コンクール、はい、まあ、我々もやっぱ吹奏楽畑で育ってきて中学高校とやってきてで、まあ、ここまでずっとねチューバ吹いてるわけですけれども、はい、まあ、それなりにいろいろとコンクールに関しては思い出とかもあったり、それからまあ今もね現在そのチューバーパートのレッスンしたり、もしくはまあお互いになんか指導でバンド指導で指揮振ったりもしたりしてますんで、はい、まあ、コンクールにはねあの特にこういろいろと思い出とかあったりするんじゃないかなと思うんですけど、 MJK さんどうですか？はい、いや僕もね、まあ、漏れなく吹奏楽部だったんですけど、はい、あの、まあ、全国区のいわゆる強豪校だったんですよ、中学校が、なのでもうね夏というか、まあ、夏かかわらずもう年がら年中休みもなく、はい、不問家を目指して毎日毎日雪の降る中も暑い夏も毎日練習するっていう、はい、厳しい部活だったんで、だから兵役行ってるみたいな感じのなるほどね。ということは、まあ、夏からもう秋にかけてずっとコンクールが続いてた部活だったんですね。あ、はい、課題曲が大体発表されたりして、うん、それで譜面がなんか届くのが、まあ、1月2月ぐらいから届く。そうですね、1月末ぐらいから大体課題曲が届き始めて、はい、そこからもうやり始めて、で自由曲 もう決まってて、うん、7、8ヶ月ぐらいはもうそんなもんでしょうね。全日本まで行ったら8ヶ月9ヶ月ぐらいやるんじゃないですか。ひたすらそれもう目つぶって、ね、寝てても吹けるような状態なんじゃないですか。そうです。でなんかその吹奏楽部あるあるですけど、うん、もう書き込めと、はい、で譜面なんか読めなくなるぐらい書き込めって言ったら、もう覚えてるだろう、見ないんだから、なるほど、書き込めみたいになってもうね、いろんなペンで X の回でも多分今見ても読めないですよ、今見たら吹けないっていう、もう頑張るとか金賞目指せゴールドみたいな、あの腹に力とかなんかも今やったら絶対言わんようなあのね師範代は対照的にね、結構中学校高校ともにあのそんなにねあのガンガンこう支部大会とかに食い込んでいくようなところじゃなかったんですよね。地区大会止まりだったんですよ、バンド的には。で7月末8月頭ぐらいで地区大会が終わってしまうことがずっと常だったので、うん、その夏その後どうするかみたいな話をよくしてて、で夏の間にあるイベントごとの演奏みたいなのが野外演奏みたいなのが結構高校の時はあったりして、はいはいはい、で近くにねあの高校の近くに川が流れてたんですけど、そこの川が結構有名 でその川の近くで、川祭りっていうのとかがあったりしてたんですよね。でそういうところで夏、まあ、みんなねあの出店がやってきたりして、でそういう中で特設ステージ組んでもらって、でそこで演奏させてもらったりして、でみんなお客さんその辺のおっちゃんおばちゃんが聞いてくれてるみたいな、そういうところでねあの高校生ですからあの、はい、みんなほらあのそういう運営とか設営してる人がありがとうねこれ使ってねってなんかあのそこで使える商品券みたいなもらったりして、あ何百円か分ね、ほんでアイスクリーム食べたり、そう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 高校生のギャラアイスクリームそれで食べてた、ね、カット食べたりたこ焼き食べたりとかね、あなんかそういう、まあ、夏は夏で面白かったですね。そういうコンクールは早く終わっちゃってたけど、その後結構有効に使ってたんで、すごい部活楽しかった記憶がありましたね。それってじゃあその生徒たちで主体となってやってたみたいな。そうですね、1年生2年生の時の顧問の先生がもうなんか友達感覚の先生やったんで、もう先生も一緒になってみんなでなんかこうイベントごとやったりなんかレクリエーションしたりとかっていうのがすごい面白くって、みんな仲良く和気あいあいと楽しんでましたね。あ、それはいい先生ですね。いやもうなんかあれですよ、すごいワンマンの格好
やっぱそういうそういう先生だからこそこう、まあまあ、勝ち進んでいけるというね。まあはいはい、はい、そうだからもう言われたことをやるっていうまあ時代、ま、今の子は無理かもしれないですね。まあ今ねちょっとコンプライアンスがっていう話になってくると思うんで、なかなか厳しいし、ね、なるほどね。まあコンクールのシーズンといえば、まあでも未だにね、さっきも言いましたが、はい、お互いにこうパートレッスンのお仕事だったり、うん、もしくはバンド指導のお仕事でね、はい、指揮振ったりっていうのをしたりしますが、今年とかも結構忙しいですか？今真っ只中で、うん、もう今リハとかやって終わったら行ってみたいな。うん、そう今大変ですよねこの時期ってね。それでも、ね、去年その、うん、なんだろうなかったので、なかったんでねコンクールがね。そうだからその、ね、生徒たちもその経験がない子たちなので、1年飛んでるんでね、コンクールに関しては、うん、はい、だから生徒たちもなんか手探りで、まあ、先生も久しぶりだし、そうですね、その中でまあ頑張って、なるほどね、はい、やっぱり一生懸命頑張ってる生徒たちを応援しに行ってあげたい気持ちはすごいありますよね。あります。ね、今しかないですからね、そう彼ら彼女たちにね。そうだから、中学高校の部活動を大人になってからもう一回やりたいって思っても絶対無理ですからね。そう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 、もうあの雰囲気って、うん、あの時しかないじゃないですか、ね、でしかもなんか大学生とかになっちゃって、うん、例えばまあね、強い吹奏楽部とかサークルとかあるけど、中学高校のようにはねやっぱ行かないし、まあもうみんな大人の中でやってるんで、うん、純粋に没頭できるのはまああの6年間だけかなと思うので。そうですね、だから本当なんかね、こういろいろ学校の先生とかからね、成績のこと言われたりして、お前部活やってる場合違うぞとかって 言われたりすることもあったりするかもしれないけど、なんかそれのために部活動を諦めたりするのってすごいもったいない気もするし、そうだから自分でね、もう両立させますっていうようなつもりで、こう部活動も精一杯頑張った方がいいと思いますね。人格形成というか、まさにそうです、本当に、はい、協調性とか、いやそうですそうです、もう本当にだから社会の縮図ですよね、部活動っていうところはね、はい、まあ、そういうところで経験してきたことが我々今ね生活してても生きてますし、仕事してても生きてますし。お姉さんコンクールは、はい、式は、あコンクールね、式ね、はい、実はずっと式指導してた高校があるんですけれども、はい、ちょっと今年からコンクールのシーズンだけ、入れ替わって、自分の教え子で、まあ、指導一緒に指導を今してもらってる生徒がいるんですけれども、あなるほど、うん、その生徒に今年からコンクールの式だけバトンタッチしてるんですよ。まあなんとか去年ね出れなかったので、今年なんとか頑張ってほしいなと思って、で師範代は全然ノータッチとかじゃなくて、一緒に指導しに行ってて、そのコンクールを指揮するのをバトンタッチしてるだけなので、逆にコンクールメンバー外の子たちを育てて、その次の年から送り込んでいくみたいな体制を作っていって、もうコンクールのチームも師範代がバックアップしながら、なので合奏も2人体制でやってるし、そんな状態にしてるんですよね。だからこれから先ちょっと楽しみやなと思ってるんですけど、定期演奏会とかはまた一緒にやったりするんですけれども、日本史でよく出てきた摂政関白制みたいなね藤原よくは覚えてないまあよくあるじゃないですか、一人で一生懸命頑張ってる先生がポンと転勤したり、もしくは指導の先生が変わったりした時にバンドがガタガタガタってなったりするって。あよくあるやつです、ね、やっぱりねそれだけはね避けたいなと思うんですよね。そうなので師範代にいつ何時何かがあってもいいようにちゃんと今の間にねそういう仕組みだけ作っておいてあげて。あ、うんうん、なるほど、そうですよね。もうひどいとその先生いなくなっちゃったら楽器もなくなっちゃうみたいなね。そうそう、先生がね、もう打楽器から、ね、管楽器から何でも持ってて、そう先生と楽器が移動してくると、
もうハープからなもう何が全部いなくなっちゃうみたいな。そうなんですよ、楽器がないですみたいなね。ね、特に中学高校はね、顧問の先生でやっぱ全然変わっちゃうんでね。そうなんですよね、なかなか、ね、難しいとこではあるんですけどね。そう、まあでもその先生のね情熱がね、うん、すごいよく働いてる時もあるけど、ね、学校の先生がずっと入れるわけじゃないから、私立じゃないと、その後のことはねやっぱ考えると、生徒たちのことはね一番に考えてやってあげるべきだと思うんですよね。もちろんいつまででも自分がこう振っておきたいとか、いつまででも自分と生徒たちでやりたいという気持ちはもちろんあるんだけれども、それをやろうとしてて自分がダメだった時に生徒たちがやっぱりかわいそうな、ね、ことになるのがない方がいいと思うんで、そういう仕組みだけはね、ちゃんと大人がそういう仕組みは考えてやっといてあげないとなって思って。なんか吹奏楽って、うん、自分でその棒振ってコンクール出た時に思ったのは、たくさん部活あるけど先生も試合のど真ん中に出るってないじゃないですか。そうね、野球でも監督としては出るけどプレーはしないので、ね、そのでも我々共に同じフィールドの中にいるから、そうまあ、なんか不思議な、まあ、不思議な空間ですよね、一緒にやってね。そうはい、いやまあでも感動的ですよね、そういうのね、まあ、感動的ですよね、ね、だから本当今もう真っ只中にいる中高生の方々、まあ、大学生ももちろんそうですけど、ぜひねもう本当頑張っていただきたい。もう一生懸命ねみんなと気持ちを心を一つにして、ぜひ音楽してくださいね。もう本当にね楽しく演奏してください。そう、本当ぜひ頑張ってください。まあ、みたいな感じでですね、コンクールの話をさせていただきましたが、はい、まあ、例えば今コンクールがもうすでにね地区予選で終わりましたっていうような、師範大も、ね、中高生の時はそうでしたが、そういうバンドとかそういう部活動の子たちもこれから先夏のシーズン、まあ、どういうふうに過ごしてくのが、いいものなのかっていうことも含めて、なんかそういう、夏の過ごし方みたいなこともねちょっとトークしたいなと思うんですけれども、やっぱりこっから先のシーズン、もしコンクールが終わりましたってなったとしても、夏休みの間時間を使ってしっかり、はい、基礎的なことにね力を入れていくっていうのがやっぱり、まあ、必要かなっていう部分でもあるんですけれども、どうですか、なんかそういうバンドの子たちにはなんかこう指導される時とかなんか、そういうアドバイスされたりします？いっぱいしますね。というか基礎力を高めないと、目の前の譜面が吹けるようになっても結果それによって基礎力が上がらなければ、また違う曲来た時にその曲をまた練習して、また違う曲来たらまたそれさらうんだけど、結局目の前のことしかやらないんですよね。とでもそれに伴って基礎力が上がっていけば他にも来ても対応できるようになってくるから、応用が効くんでね。そうです、はい、だから常に基礎力を上げていくってことを頭に置きながら練習しましょうねっていうのはもう、そうですね。そう、なんか基礎練習とか、まあ、基礎練習ってどんなことやればいいのっていう風な話にもなるかもしれませんけど、もう単純に音を響かせること、それから、まあ、それに対して必要なブレスのことであったり、もう本当に自分の基礎を見直す、音と向き合うっていうところでいいと思うんですよね。で、年がら年中やっぱりそういうことを考えてる人だったら、そういう音で吹くっていう、そういう音で吹くぞ演奏するぞっていう頭がもうすでにあって、そこにプラスアルファ楽譜でやってる内容がクリアに吹けるようにっていうこと、課題がねそこから先に出てくるので、なんかそういうまず一番身近な自分の音響きっていうものと向き合うっていう練習を、まあ暑いですけど夏のシーズンにしっかりやっておいた方がいいんじゃないかなとは思いますよね。響き大事ですよね。いや本当大事だと思いますね、はい、やっぱり自分がその響きの中で演奏してるっていうことに気がついて、自分もみんなと一緒に響かせてるんだっていう感覚になっていった方が多分ね、バンド全体もいい音になっていくし、自分一人がいい音で吹いてるんじゃなくてバンドの一部になってるっていう発想で音を響かした方がいいと思うんですよね。あ、だから一人でロングトーンしてても
何人かでロングトーンしてるようなつもりでロングトーンする、それから一人で基礎練習しててもバンド全体で基礎合奏をしてるようなつもりで基礎の練習をするっていうイメージで練習してる方が最終的にそこに混ざってみんなの音の響きの中で演奏ができるっていうことが求められるわけですからね、うん、一人で上手に吹くっていうだけじゃなくみんなの響きの中に入ってみんなで一緒に演奏するっていうことを大切にした練習をね、基礎的な練習をしておくことが大事なんじゃないかなと思いますよね。まあ最近のそのバンドのなんだろう音作りの、うん、まあ大事な要素だから、まあ、音程ってあるけど、うん、まあ音程大事なんですよ。大事なんですけどね、いい音じゃないとね。そうなんですよ。コンクールで言って審査されるじゃないですか。で、好評いただくじゃないですか。はい、で、もう十中八九あのフォルテシモで吹いた時の音程を気をつけましょう。ピアノで吹いてる時の弱奏部の音程を気をつけましょう。それからアインザッツ縦の線を揃えましょう。もう十中八九そのあたりが言葉の中にたくさん入ってて、うん、で結局そればっかりになっちゃうんですよね。で学校の先生方、指導される先生方も音程のこととか縦の線のこととかっていうことをいっぱい言うことになると思うので、生徒たちはもうそれに一生懸命なってて、でともすれば合奏中ずっとね、このマウスパイプのところにこうずっとチューナーつけてたり、でクリップでチューナーで自分の音をチェックしたりっていうことで音程のことばっかりを意識しながら吹いちゃうんですよね。そうなんですよね。でも不思議と音程が合ってても響きが揃ってなかったら合ってなくても聞こえるんですよ。そう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 。まあそのまあ逆を言ったら我々ってその、うん、必ずしもね音程が正しいかって言われるとそうあれって時もあるけど、うん、響きでね、そう基本的にはやっぱりその自分が音程が正しくても誰かと一緒に演奏してる時にお互いにこう合わせながら集まるっていう作業ができなかったら結局うまいこと吹けないですからね。そうなんですよね、うん、正しい音程を自分は正しいですってなってても結局人とアンサンブルできなくなっちゃうので、しかもまあその、 あの流動的なものなので、うん、部屋のね場所の温度だったりとか、そう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 、いろいろ変わってったりするから、そうなんですよ、その都度その都度響きでちゃんと合わせられるように。だからよくレッスンとか行っててもあると思うんですけど、こうなんかムチューみたいな音で吹いてしまってる中高生でも音程は合ってるみたいな、ほんでどうなってんのって思って主観見たらめちゃくちゃ抜いてるとかね。そう、うん、だからやっぱりね、そういうあのこうムチューっていう吹き方になってたり、それでもし音程が合ってたとしてもこう人と音を合わせた時にどうしてもそういう吹き方してる人だけ音が浮いちゃうとかね、混ざらないとかね、そういうことってあると思うんで、やっぱり音色響きっていうのはすごい大切なことだと思いますよね。本当にやっぱり時間がある時にしかできないじゃないですか、うん、コンクール直前とかね、定期演奏会直前とかにやろうと思ってもなかなかできないわけであって、ね、なので一つね大きなイベントが終わったなと思ったらそこから時間かけてじっくり自分の音と向き合って、はい、うん、そういう音を育てるっていう時間を作ってあげていただきたいですよね。あの身近なあの尊敬する先輩の音とかでもいいんだけど、そのやっぱ目標とする響きとか音を持って、うん、なんか練習しててほしいなと。マラソンのランナーとかが一人でこう走るじゃないですか。で、周回コースとか皇居の周りとかをね一生懸命一人でランニングして、で、はい、一生懸命タイム測ってる、なかなかタイムが縮まない、一人で走っててもなかなか縮まないけど、例えば自転車に乗ってるコーチが目の前を走ってて、おいタイム縮めていくぞとかってチャリンチャリンとかでヒューって先に行っちゃって、あちょっと待ってって思いながら追いかけて行ってたら自然とタイム縮んでるんですよね、うん、うん、そのコーチを追いかけていってるから。だから自分のペースで走るんじゃなくてコーチのペースに自分がこうついていこうとしてる。なので、まあ、身近な先輩でもいいですし、身近なプレイヤーの方々もしくはレッスンでお世話になってる先生の音
でもいいので真似してそこにこう自分が目指そうとする目標にしてそこに行きたいって思うような音を探す練習をしていくと近づこうとする練習をしていくと気がついた時にはすごいいい響きになったりいい音になったりしてると思うんですよね、うん、だからそういう目標を持つっていうそのためにしっかりいろんな演奏を聴いたりしてイメージをちゃんと、ね、情報収集するっていうこともすごい大事やと思いますんで夏の間に夏秋の間に時間があるときにじっくりそういうことにチャレンジしてみていただきたいなと思いますね。いやーなんか中高生とか、はい、伸びしろがいっぱいあっていいなと思うんすよ本当に。ほんまにねほんま羨ましい。我々もうなんか絞る知恵もないぐらいやったっけこれじゃないですか。もう絞りかすになってるからね。絞りかすねもうもうない伸びしろをもうなんとか粉チーズみたいだってちょっとずつ伸ばして、はい、もうね彼らもう無限だから。いや本当だからこの今の僕らのこの頭の中を持った状態で中学生に戻りたいですよね。戻りたわねー、ねだから本当今中学生高校生の方々ぜひ本当頑張っていただきたい、ね、ぜひ音楽楽しんでみんなでね、ひと夏いい夏を過ごしていただきたいなと思いますね。お願いしてます。頑張ってください。というわけでですね、はい、今回えらい勇猛な話しましたよ、ね、なんかねすごい寒そうな歌から始まってそうやそうだ熱い話それすっかり忘れたそれいやいやいやでもまあたまにはこういうね皆さんに聞いていただいてそうだそうだと思ってもらえるような内容の話もしとかんとね、はい、まあ今ちょうどタイムリーだと思いますんでいや、まあ、そうですねまだね、うん、漏れなくまだ続くんで、ね、そうそうそう暑い夏は続きますからぜひね皆さんに、はい、うんぜひ頑張っていただきたい。宮西曜日の2人は皆さんを応援してますんで応援してます。ぜひ頑張ってくださいね。じゃあ上げた手をそのままブンブン回していきますか。こっちだそっち行きまーすよっ。宮西曜日のミッドナイトシスターズでした。ありがとうございました。おやすみなさーい。えいなんかさんが、うん、師範代との YouTube 楽しく見てますって。あ、マジで。はいあれ F で吹いてましたよね言うて。ラー油あーあるラー油の中でもかなり味がいいですね。もう夏乗りってかもう別に夏乗り切るほどの食欲はすでにあるんですけど。あるよね。年がら年中あるからね。そうそうそう。